2019年世界男子ハンドボール選手権はデンマークとドイツで2019年1月9日から27日にかけて開催された第26回世界男子ハンドボール選手権である。史上初の2カ国共催となる。決勝でデンマークが31-22でノルウェーを下し、初優勝。2020年に開催される東京オリンピック及び 次回大会の出場権が与えられた。2013年10月28日にカタールのドーハで開催された国際ハンドボール連盟理事会でポーランド、スロバキア、ハンガリー共催、デンマーク、ドイツ共催が最終候補に絞られ、デンマーク、ドイツ共催に決定した。デンマークでは新設のロイヤルアリーナや MCH アリーナなど、ドイツではベルリンアレーナや ハンブルクアレーナ、ケルンアレーナなど会場候補が挙げられている。各組上位3チームがメインラウンド進出。92位の順位決定は、1ナンバーオブポインツゲインドアゲンストザチームズランクト、ファースト、フォースインザプレリミナリィーラウンズインゼアグループ、2ゴールディファレンスアゲンストザチームズランクトファースト、フォースインザプレリミナリィーラウンズインゼアグループ、3グレーター。 number of plus goals in their games from the preliminary rounds. ありがとうございます。